北公立大学の学費は先生方が頑張ってずっと横ばいで維持してきたけれども、とうとう今年東京の2つの大学が10万円も値上げをいたしました。段階的無償化どころか学費が上がり続ける、これほど世界に対して恥ずかしい政治はないではありませんか。私は若者の皆さんと共に野党が結束して安倍内閣打ち破って、お金の心配なしにしっかり大学で勉強できる若者たちの夢や希望を応援できる政治を開きたいと思っております。